はい、インディーズバンドロムさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイドの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、さあ、ランさんが無事祖国から帰ってきました。よかったですね、皆さん帰ってきましたよ。帰ってきました。帰ります、私帰ります、言って帰ってけへんのちゃうかって言うてる人もいたからいや、あの、帰ってきますよ、そら仕事ありますし、私私韓国でもう骨うずめますなったらどうしよう言って。いやでもね、祖国といいえど、やっぱ1週間も行ってや日本はよ帰りたいで途中になりますね。もうなんていうんですかね、いろいろ、いや食べ物は美味しいですよ、まあ、なんかいろいろ楽しいですしいいんですけど、やっぱりね、あの、まあ、なんせ私片言の韓国語なんで、はい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 、テレビ見てもおもんない、はあはあ、でどこそこ行ってもなんかこうね、こみった話ができへんので、うんうんうん、もうああだこうだボディーラインでバーってやっとったら疲れるんですよ、なんせ。ああ、よ帰りたいわ、だしが食べたいわ、刺身が食べたいわ、魚の生もの食べたいと思いながらずーっといてましたけど、うん、まあ1週間ね、まあ、長かったんか早かったんかようわからんぐらい、あっちゅう間っちゃあっちゅう間やったんですけど、うんうんうん、まあ、とりあえず今回コロナの件もあったんで、あの、いつもやったら親戚の家に泊まってうろうろすることが多かったんですけど、その親戚がなぜ、まあ、ご高齢の方が多いと、母親が一番あの末っ子で、あとお姉さんばっかりなんですけど、お姉さん方がみんな70代なんですね。おお、はい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 、あ、そうかそうか、お母さんがだっても65ぐらいな、そうですそうです、うん、なんで、あの、まあ、移したらやばいと、はい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 、で、なんだったらそのうちの一人の、まあ、私のおじさんがあの糖尿が結構重いっていう人がいてたんで、やばいですね。そうなんですよ、だから、まあ、ホテル泊まろうかっていうので一週間ホテル住まいっていうような感じで、うんうん、で、時々こうあの会いに行くみたいな形でやってたんですけど、うんうんうん、まあ、でも親戚に会ったのはまあ2日だけで、はい、あとはもうずっと観光に行こうぜっていう話で、おー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 、あのソウルに行ったんですけど、その周りのちょっと外れたところのとこに行って、はいはいはい、あの歩いていろんなところ行ったみたいな感じのとこしたんですけど、はいはいはい、もうこの年になったらね、なんせね、昼間だけうろうろするだけでもまあ疲れるんですよ。もう夜とかクタクタで もう半分目開いてへんみたいな感じで、でひたすらね、母と2人で、まあずっと2人じゃないですか、うん、まあ喧嘩あの気の強いもんと気の強いもんが、しかも女2人で、そう、女2人旅行行ったらどうなるかわからない1日2喧嘩ずつしていくみたいな感じなんですけど、平均して2喧嘩ですよ。1日2喧嘩ずつをかける7ですよ。14回以上喧嘩しとるんですよ、向こう行ってから。なるよね。母が、まあ、年いったせいか知らないですけど、もう己のなんかこう己のペースで行くんですよ、うんうん、で私はなんかこう一緒に行ってても、なんかこう人がいっぱいだね、南西ソウルって、うんうんうん、とりあえずはぐれないようにしてほしいのに、なんかこう人混みをこう避けて歩くのがすごくなんかこううまい方で、スル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 って前に行くんですよね。あの、それ人のこと言ってるけど、あなたもそうよ俺いつも撮影の時に外行く時にさ、はいはい、カメラ持って重たい荷物俺背負ってんのに、一人でさっささっさこう行くねん全然気使えへんねん、そういうとこ。ちょっと似てるでも私より早いです、歩くの、うん、ほんでね、なんかこっちはなんか前におじいちゃんやおばあちゃんやるって、まあ行かれへんねん、ちょっとちっちゃなるんで、ちょ出すなみたいになったら、もうとりあえず大きな声出すしかあらへんわ思って、ちゃんとーとか言うんですよそれやったら、まあ私の声響くじゃないですか、うん、全員が私の方見ましたね前におる人が、いや恥ずかしいとか思うんですけど、母親がそれで、あったもうちょっとその大きな声出すよっていう風に言って、結局そこで喧嘩みたいなで2人で地下鉄の車内とか地下鉄の駅とかも人目もはばからず2人でギャーギャー叫びながら、はいはいはい、なんだギャー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 言うて、あーすごいですよ。ほんでなんかとりあえず、まあ、向こうが控えんで、うん、私が結局謝るんですけど、すいません私が悪うございましたみたいな感じで、それでもずっと一緒におったんですけど、疲れる1日2喧嘩1週間行ったら14喧嘩せなあかん。そうですね、でもなんか計合わせたら20喧嘩ぐらいはやっとんですよ。だって空港の行き死とかでも、もうこれが、ね、うん、ハプニングでめちゃくちゃ早い時間に着いたにもかかわらず、国際線ってその、はいはいはい、まあ、チェックイン搭乗手続きが1時間前なんですよ、出発。まあまあ、うん、なんかな、まあ、そこに現地で空港に着いたのが2時間前やったんで、お、全然余裕あるやんみたいな感じで、はいはいはい、なんかゆっくりなんかコンビニでなんかこう握りってなんか食べてゆっくりしとったんですよ、うん、そうやったらそういう時に限ってなんか
すごい困ってるお兄さんがおったんですね。なんか困っとんなあの人とか思って、うん、2人で喋っとったら、なんか急にこっち見てはーっていう顔して近づいてきて、すみません韓国の方ですかって韓国語で言うんですね。あ、なんか困ってんのかなこれはって、はいって言ったら、両替の仕方が分かりませんって言ってで、まあ、時計見たらチェックインの、まあ、締め切り時間20分前やったんですね、うん、あ、まあまあ余裕はあるわ思って、まあ、あの母がまあ向こうの人なんで喋れるし、うん、じゃあもうあの案内したげえさって言ってやったら、15分経っても戻ってこないわけですよ。ああ、5分前やぞ、大丈夫か大丈夫かとか思った母親が走って待ってーって言ってきて二人でドタバタドタバタして行って、結局なんかもう並んで待ってたんですよ、チェックインカウンターの前で、うんうん、そうやったらもう何々便の方何々便の方って呼び出しを食らいまして、ギリギリチェックインしてみたいな感じやったんで、母親がもうそれで汗だくでなんでこれ朝からこの方せなあかんねんみたいなあんたが言うたから言うて、行きしからもバトルですよ、ね、バトル、あんたが言うたからやろ、だって人が困ってるやんみたいな、もうそれでも朝からもうキーキー二人で言って、もう飛行機の中にぐったりするみたいな、ほんまに疲れて。でも観光めっちゃ良かったっすよ。ソウルしか行ったことがなかったんですけど、うんうんうん、まあでもそのソウルも中心部ですよね、はいはいはい、観光客が結構来るような場所が、うん、もう店が潰れまくってて、まあそうやろな、だって日本人のあの需要が、はい、そうですそうです、で成り立てたから、そうですそうです、それが今日本人もあんまりいかんやんか、行ってないです、あのこの円安でなんせ日本人おれへんのですよね、コロナプラス円安でダブルパンチやから、ダブルパンチで円使うのがすごくもったいないんですよね、うん、だってもうその両替のところのなんかその何ですかね、1円なんぼぐらいっていう風なところ全部表示されてるんですけど、うんうん、見たことない数字だったんですよ、どんだけ円安なってんねんみたいな。もうでも今年中180円いくんちゃうっていう噂もあるで、嘘、うん、でも160円確実にいくよねみたいな話してて、だからこれはだいぶきついぞと思って、だからもう行ったら本当にめちゃくちゃ多かったのが東南アジア系の人が多くて、うんうん、日本人がほぼほぼいないみたいな、うんうんうん、なんかこうどこ行っても日本語喋ってたら、うん、わーこぞってそこのなんか一番の人がちょっとお姉さんって声かけるんですよね。日本人って結構あのお金持ってるって認識の人が多いんで、こっち見てとかめっちゃ言うんですけど、私は無視なんですけどね。でも本当に活気がちょっとあんまりなかったのがなんかすごく寂しいなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、でも地方の方に観光行った時に現地の人がやっぱ海外そんなにかあのまあ、気軽には行けないんで、うんうん、地方の観光都市にみんな行ってるんですよ。そこは人がいっぱいで、なんせ、はい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 、どの辺を行ったん、地名で言うたら、まあ、地名で言ったらスウォンっていうところとインチョンに行ってきました、うん、あ、空港のあるところなんですけど、ね、インチョンってあの、まあ、港町みたいな感じなんで、雰囲気的に関西で言ったら神戸みたいな感じ、関東で言ったら横浜みたいな感じのところなんですね。でそこであの海辺のところをね散歩しながら、北朝鮮の国境とか言えへんかったそれね、行こうと思ったんですよ、行こうと思ったんだ、うん、あのパンムンジョンって言ってハンモン店っていうところがあって、うん、あの国境のラインがあるところ、うん、あれ行こう思ったら、めちゃくちゃ手続きがめんどくさくて、あ、そうなんや、やっぱ身分証明とか限界体制なんや、もう限界体制で国境を越えろ言って、本当になんかあのちょっとお金払って行くところかなと思いきや、身分証明からなんかいろんな証明書を出して、うん、あ、そうなんや、やっぱりでその許可が下りるまでに1週間以上かかるかなんかやったんですよ。もうそれやったらそういうツアーで行かなあかんな、ツアーで行かなきゃいけなくて、もう完全にもう、はい、やってくれるやつな、はい、で個人で行けね、これどない手続きすんのっていう内容やったんで、結局行くの諦めて、行きたかったんですよ、あそこのなんかあのね、この境界線のところをなんか越えたら北朝鮮こっち韓国みたいなところ行けるよって聞いたんで、ドキドキワクワクして、あれ面白いらしいけどな、なんかそう全然ちゃうらしいよな、そうですそうです、その線からあっちとこっちで向こうとこっちで全然違うよもんな、はい、なんで、あ、うわ見たかったなと思って、あとあの青瓦台って言って大統領がいるところも見学ができるらしいんですけど、うん、昔はね普通に申請したら行けたとこやったのが、はいはいはい、今は外国の人は現地の人間一人連れて行かないと入れないんですよ、なんか、あ、そうなんや、でなんかあの70代の親戚をね
ね、連れ歩いて行くわけにもいかへんので あの清和台も無理ですっていうふうに言われて、行くとこあれへんがなソウルってなって、結局その地方都市に行ったんですけど、まあその地方都市も結構楽しかったっすよ、本当に。なんかいろいろ、なんだろう、母が歴史好きなんで、歴史のなんかその話で、インチョンが結構その朝鮮戦争の時に結構大事な地域やったんで、その朝鮮戦争の話を横でヒャーってされながら、横でちょっと解説ですよ。言ってるんですけど、私は海眺めたいねって思いながら、そうか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 言いながら、まあそういう講義やってるもんな、そういう講義をやってるんで、ずーっと聞かされる、仕事でな、もう単純に風景楽しもうって言ったら、いやでもここはね、こういう風なことがあって、こういうことがあってね、大事なところなのよこれはみたいな、ああ分かったから分かったからみたいな感じで、でもそこのインチョン中華街があって、あの横浜の中華街みたいな感じで門があるんですよ、はい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 、でそこのあのジャージャー麺、はあはあ、めちゃくちゃ美味しくて、あとあの酢豚、はい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 、あれを食べてめっちゃ安かったっすよ。なんせ韓国食べ物が全部安いんで、あインチョンめっちゃ良かったなと思って、でスウォンっていうところは世界遺産見に行きましたね。なんかあのスウォンファソンって言って、まあスウォンっていう土地柄に、あのまあいわゆる御所みたいなのを作りましたっていうところがあるんですよ、はい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 、でそこの町一帯が全部城下町みたいになってるんで、それを見に行くみたいな感じでやって、その場所が、まあ、たまたま土曜日やったっていうのもあって、めちゃくちゃ人多くて現地の人が、でなんかその、まあ、お金払って観覧するところ、まあ、入ったりとかいろいろしとったんですけど、はいはいはい、まあ、一つ思ったのが韓国の人って並ばへんなっていうのが、あ日本とちゃうとこやな、割り込み普通にしよるんですよ、わちゃーってなる、割り込みしよるんですよ、まあ、全員が全員割り込みとかっていうわけではないんですけ ど割り込みする人の割合が結構高いっていう感じですよね、だから普通にチケット買うときに並んでても、なんか普通にしれーっと横から入ってくるんですよね、しれーっと、しかもそれ若い人なんですよ、あそうなんや、カップルでしれーっと入ってきて、超待てよお前私見えんかったんかとか思って、まあ、そこでちょっとプツって私来て、めちゃくちゃこうとりあえず睨むみたいなことしたんですね、でもう相手の男性の方が私が見えるような位置に回ってみたいな感じでやったんですよ、ちょっと目合わせてくれへんくてで今度日本語でちょっとなんか言うたろうまで、まあ、ちょっと並んでるんですけどって言ったら、それも見てくれないと、ちょっとと思って、で韓国語でここ並んでるんですけど無視ですよ、聞いてないし、まあ、そういう文化なのな、もう腹立って、でも結局あのどいてくれないの、まあ、そのまま割り込まれた状態でチケット買うじゃないですか、買った後にも腹立つんで、めちゃくちゃ早足で前の方に行って、お前らふざけんなみたいなことを日本語で言いましたでも無視ですよね、で母親が恥ずかしいからやめてとか言うんですけど、まあ、でも母が若かったら同じことしてるやろなと思って、腹立つわー思いながら、まあ、日本人で割り込みやったらどえらいことになるけどな、そうでしょう普通周りのから叩かれるもん、そうそう、え、あの人なんかやってるやんみたいな言うじゃないですか、もうっていう目で見られるからってなるじゃないですか、一切それないんですよ韓国って、今日俺言うてもうてん地下鉄で、あ言うたんですか、地下鉄で言うてもうたっていうかさ、こう3人席があって横ちょっともうお年寄りの人が座ってて、でも真ん中の若い姉ちゃんが座っててさ、はいはいはい、カバンをさここに置きゃええのに、ボーンってここ置いて肘こなして当てながら見とったから、うわで俺立ってて姉ちゃん姉ちゃんそれ膝に置いた方がええんちゃうか言ってブスッとしながらやっとったけどな、うわーないわー、今日はちょっと俺も遅刻したからね、この動画撮影するのに早いかなあかんからめっちゃイライラしとってまあまあね、ついつい言っちゃったんですけど、まあでもそういう風な感じなんやんな、俺韓国行ったことないからね、いや、意外と何て言うんですか、どうなるな、でも日本に来る韓国の人ってやっぱ勉強してるよね、そのそうですね、あの丁寧にちゃんとそういうのやる人多いなと思うんやけど、やっぱ現地は現地で違うんやろうな、まあ意外とこう順序とかそういったところにあんまりこうきっちりはしてない印象ですよね、中国なんかもっとすごそうやけど、まあ、中国はその割り込み当たり前なんで何だったら割り込ませへんって言ってガーってこう詰める人もいるんで、だから列並ぶときあの中国の方ってめっちゃ至近距離でみんな並ぶんですよ、間に入られるから私一回なんかあの大阪の、 あの有名なチーズケーキ屋さんのところにね列をねこう
まあ、並んでこう待っとったんですよ、うん、そうやったらもう後ろの方に、まあ、明らか中国の方やなっていうか、うん、なんかファミリーが来て、うんうん、めっちゃ近い顔ここら辺なんですよねずっと、うん、近いんやけどと思ってでもうとりあえず近いの嫌なんでちょっとってやったらビュン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 とかなんか言われたんでなんか多分動作的に誰か入ってきたらどうするんだみたいなこと言われとったんでもうしゃあないなおここ日本もうしゃあないなと思ってずっとここなんですよでしかも何か物食べながらおるんですよここでやめてASMR みたいな感じそうなんですよずーっとポテチ食べてますよパチャパチャ言ってパチャパチャ言ってまあまあまあ話それましたけどでも本当になんか韓国の方って結構でもね、なんかあのいろいろルーズな部分はあるんですけど、ここだけきっちりしてるなっていうのが優先座席あるじゃないですか。地下鉄の絶対若い人座らないんですよ。ああ、それは一緒やな、はい。日本はあんまり若い人座らないですね。私は普通に座りますけどね。うん、で誰か来たら譲ればいいわって思うんで、うんうん、なんですけど座るじゃないですか。疲れて、うんうん、めっちゃ見られるんですよ。あいつ座っとんだ。みたいな感じでとかおじいちゃんに怒られたりとかね俺はあんまり座れへんかな優先座席はだって他のところねまあなんかまあ空いてるんですよやのに和光とか座ったらあかんにゃー言われておじいちゃんに怒られてすいませんって立ってみたいなことがあってその姿見たいわすごいっすよ声出ないっすよの見たいわお前言われて指さされてお前言うておじいちゃん怖いとか思って、うん、でもなんせもなんかそこら辺がなんか変やなって思いますけどね、うん、いろいろルーズなくせに時間も守らないんですよ向こうの人あんまりまあまあなんかそれはまあ置いといてでも本当になんかその世界遺産とかそういった観光は結構良かったですねその間もまあ母とはちょいちょい喧嘩しながらっていうのやってたんですけどで親戚も親戚でやっぱりなんかこう韓国っておもてなしの仕方が腹はち切れるまで食わせるっていうところがあるんでそれね実は韓国だけじゃなくて日本も昭和の時代ってそういう文化やってんあそうなんですねうんなんかちょっとそのなんか風習がちょっと遅れてあれしてんのかなと思うんだけど昔の昭和の日本もそんなんよいやー、うん、でも本当に行くじゃないですか、うん、もう主菜ですよ主菜が3つぐらい出てるのに、うん、さらに上乗せで主菜を2個3個言うてくるんですよ、うん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 、いや食えへんよみたいないやいらんからでそれじゃあ分かったわってじゃあこの果物いるいやいらんからってじゃあこのお菓子いるっていやいらんからずっと断るんですよいらんからいらんからってで最終的に何言われるか言ったらあんたら病気言われるんですよいや食べる量少ないだけやからってもうグラムで指定したったよねもう本当にすごい量でもうそのなんかもっとひどい例がその私が向こうで生もの食べるのがちょっと怖くて、うん、一回当たったことあるんですよ当たっとったな生ガキで死ぬほど辛かったんですけど、うん、だからもう生ものはもう食べませんって言ってるにもかかわらず勝手に気回して刺身を買うてきたんですよね、うん、親戚がそれがなんせ量が明らか 7,8 人前ですよねこれっていうかてんこ盛りの量で、うん、なんか魚3匹丸々おろしてもらってそのまま持ってきてもらいましたって言ってたんで、まあ、なんせ量多いのと切り方がまあざっくりなんですよああ、はいはいはい、厚みでなんかもう丁寧にとりあえず切りましたみたいな、うん、とりあえず切りましたみたいな感じのもう包丁角立ててこう引くんやっていうんじゃないねとりあえず切ったっていうやつなんですよなるほどねほんでもなんかこんな丸皿にこんな山盛りの刺身見てこれ食え言うんかみたいなでなんかこう部位も餌みたいになってねほんまに餌みたいになったんですよねこれ美味しそうって思わへんよなと思ってもういやでも世界見たらそんなもんやと思うででもそんなもんなんかなと思って、まあ、そもそもソウルって海から離れてるんで海産物の生物って昔はあんまり食べられてなくて全部加工されたものばっかり食べてたんで最近になって食べるようになったんですけどね、こんな言ったらあかんしあんまり美味しくはないんですよねちょっとなんか日本のものに慣れてる部分があるんででもそれ食べてってやってたらもうなんか、うん、気持ち悪っていう風になってきて、うん、もう結局それ半分食べずに残したんかな、うん、でそれどう処理するのかなと思ったら捨てるのではなくて汁物に全部ぶち込んどったんですよね見たらええわマジかよみたいなまあでも海外で生もんってねなかなかちょっといや怖くてわさびなんか塗りたくって食べてますよ日本人で食べてええの風間徹さんぐらいじゃん
あの人面白いよね。あの方ね。スタッフと現地ってみんな当たんねんけど、風間投手さんだけ当たらない。普通に平気で現地のものを食えるっていう。ちょっと特殊な能力ある。強すぎる。そういう人でないとっていう。いやでも本当に私も今回当たらへんかどうかだけど心配すぎて、うんうんうん、でもまあわさびをね、死ぬほどつけたおかげで大丈夫やったんですけど。韓国で普通にわさび食べんねや。あの最近ですわさび。あそれまで着色料ふんだんに使いましたっていう蛍光の緑色の何か物体が出てくるんですよ。似せたやつ。似せたやつ、ね、食べたらなんかわさび風味やけどでもわさびの味じゃないよねこれっていう。向こうは醤油にわさびつけて食べるっていうものよりもコチュジャンを刺身用に加工したものをつけて食べるっていう。まあでも日本にもあるもんな、生のマグロとかにこうコチュジャンじゃないけどちょっと韓国風のやつもあるもんな、うん、あのユッケみたいな感じで、まあ、なんかいわゆる酢味噌的な感じでつけて食べるんですけど、うん、でもなんかそれでつけて食べたらなんかもう結構ね刺身のお魚の味殺しにいってる味なんで、うん、なんか私あんまり好きじゃないんですよ、ね、うん、もうなんかもうそれでひたすら食わされ飲まされで結局あの帰ってきてずっと胃が痛いっていう。えもういつ帰ってきた。24日に帰ってきました。朝一の便ですね。はい、朝一の便やったんで朝6時ぐらいにホテル出発してで帰ってきて、うん、で家着いたのが2時とかやったんですけどもう疲れ果てて2時ぐらいから布団でふって寝たら結局8時間ぐらい爆睡してましたね。まあ、胃が荒れるっていうのは多分その食い物もあるしその1週間違う環境に出るっていう自分の分からんところでの体のストレスとかもあるからね。そうですね、地味になんかこうダメージくるからね、やっぱりあの慣れてないとこ行くから。そうなんですよ、だから地味にずっと肌荒れしとったんですよ。肌調子悪いって。やっと無事帰ってきて。いや無事帰ってきました。なんか盛りだくさんいろいろやったようであんまりねやってないんですけど、でも3年ぶりぐらいに韓国帰ったんで出会った瞬間で親戚とみんなも号泣ですよ。うえー泣いてどんな時やこれって。昔のあのなんか生き別れた人に会ったみたいな感じでみんな号泣っていう。おすごい。あと痩せたからあれじゃなかった。いやみんなにえあとは病気かって言われた。いやちゃ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 自分で痩せましたって言ったらえなー言うて、なんだったらその親戚みんな太ってたんで、でかなってろーって、はい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 、ちょっとびっくりしましたけど、まあ、そんな感じでね、あの無事ちょっとランさん帰ってきたんでこれからまた撮影ちゃんとできるようになって、はいはい、ちょっと頑張ります。またでも11月東京行くからそれもまたちょっと空くもんな。そうですね、4日間ほど出張で、なんかあっち行ったりこっち行ったり忙しい。あっち行ったりこっち行ったりです。東京ええなー、俺もなんかどっか行きたいわ。東京行ったじゃないですか。ここあでもなんか視察したり、視察してトンボ帰りやったからほぼな。うん、まあでもゆっくり、あでも秋葉ぐらいしか寄れへんかったから、今度あれ秋葉のあのラジオデパートちゃんはあの言うたらマニアックなとこな、はいはいはい、そこ行きたかったかそこだけ寄ろうと思って、まあそれだけ楽しみましたけど、とんぼ返りですね。それはい、また僕もちょっとどっか行こうかな、はい、行きましょう、はい、まあ蘭さん帰ってきたんで、はい、ということで、祖国から帰ってまいりましたという報告でございました、はい、ということでこれぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします、はい、ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。